はい、どうもことです。今日はね、ワンオクロックのテイキングオフの解説をしていきます。で、チューニングが、ドロップ C シャープですね。 C シャープで、後の弦が全部半音下げです。で、BPM が112です。はい、で、前回の動画でなんか結構疲れてませんかとかっていうコメントがあったんで、いや別に疲れてないんですけど、全然多分ね、ちょっと久しぶりの撮影でちょっと上がってただけなんで、顔が固まってただけだと思うんで、全然大丈夫です。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。で、今回ね、ちょっとだいぶ A メロとか特に音が聞き取りづらかったんで、もしかしたらちょっと間違ってる部分多いかもしれないですけど、ご了承お願いいたしますということで、よろしくお願いします。はい、じゃあイントロ部分ちょっと一回弾いてみます。はい、じゃあここの部分なんですけど、またパワーコードのルートの音を言っていきます。最初の音が、5弦の0、A の形ですね。で、5弦1フレットのパワーコード。5弦3フレット、6弦0フレットです。で、ここに、6弦の2フレットが入ります。はい、じゃあ続いて、メロをやっていきます。はい、じゃあここの部分をゆっくりやっていきます。最初が、4弦の開放ですね。で、5フレット7フレットのハンマリングで、最後が6フレットです。あ、ごめんなさい、8フレットです。12フレット、5フレット、7フレットです。で、この音が上がる部分なんですけど、これは2弦の8フレットです。じゃあその次のパートなんですけど、ここがちょっとね、間違えてる可能性大なんで、あんまり信用しないでください。じゃあちょっと一回やってみます。はい、じゃあ一応ね、この部分ゆっくりやっていきます。なんかもうすでにちょっと違う気がするんですけど、まあいいでしょう。まあこんな感じっていうことでお願いします。3弦の開放を14、12、14、次が12、10、12、次が19、10、次が9、7、9です。ごめんなさい、9、7、10です。はい、じゃあ次サビやっていきます。サビはな、サビはなってため口になったな。サビはイントロと一緒なんで、
はい、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。でね、最近あのアコースティックのストリートとかもやってるんで、もしかしたらその風景とかもあの動画に上げるかもしれないんで、よかったらチェックしてください。で、下の概要欄に各種 URL、下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。では